んにちは、中三工房のマナとヨです。今回は私たちのいとこに幼稚園に通ってるリーくんっていう男の子がいるんですけど、その子がめちゃめちゃマリオ好きなので、このスケッチブックの表紙をマリオ風にリメイクしてリーくんの誕生日プレゼントで送ってあげようと思います。でも今回はさ、うちと姉ちゃん文化祭とか体育祭でさ忙しいじゃん。じゃけ父さんと母さんに書いてもらおうと思います。え、じゃあ母さん下から聞いてくれる？え、いいの？書いて。これコピックマルチライナーでさ、完成させる。もう色入れない方がなんかシンプルでかっこよくない？あー、明るい白黒逆にね、みたいなね。よし、じゃあ行ってみよう。父さんと母さんが完成したみたいなので見せてもらおうと思います。お母さんの下書きが結構そのいいバランスで配置させてて可愛くできてるよ。お、楽しみ。楽しみですじゃあリー君の誕生日プレゼントを今からしますよ。はい、はい、いっせーので。あ、おお、どう、いいじゃん、いいじゃん、いいだろ、
いいね。え、かわいいかわいい。綺麗。なんかマリオがハテナブロック叩いてるじゃん。あ、そうそうそう。あ、ほんとじゃあ。え、これは構図母さんが全部考えたの？構図考えたっていうか、あるものを組み合わせた。組み合わせたって感じ。あー、なるほどね。素材を組み合わせてって感じか。すごいかわいい。バランスいいし、なんかこれあれだね、塗り絵っぽい線画だからさ、案外色鉛筆とかマーカーでリー君が塗ってさ、楽しめるかもしれない。あー、それすごいね。実は狙ってましたって。そっちで。これ確かに俺たちのこの線画を塗り絵でリー君が色鉛筆で入れたら自分のものにさらになるね。そう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 。でもあいつ多分感じれる。まあまだ幼稚園だから。まあね。でもそういう楽しみ方もできるのは良かったね。そういう意味ではやっぱり色入れなくてプレゼントしてあげるのっていうのはいいな。いいと思う。なんか黒いとこはもっとちゃんと黒で塗るんかなって思ってたから、なんかヒゲとかさ。ヒゲは白だって。あれ、ヒゲ白だっけ？黒。マリオの黒、マリオのヒゲって黒だろ。そういうとことかさ、結構黒で塗って結構トーン入れてきたりするのかなって思ってて、そう、意外とそうでもなかったから、塗り絵で楽しめるんかなって思っていいと思った。その発案完璧だね。そうしてますっていう風な手で上げるの。さすがにでも目は入れたんよ。まあね、まあね。で確かにね、迷ったんよ。よくさ、マナってさ、ガラスペンでもさ、一色でもこうシャ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 って色入れるじゃん。うん、入れる入れる。それをしようかすげえ迷ったんだけど。いやー、これはやめた方がいい。でもいいと思う、これ。うん、いいと思う、いいと思う。母さんもいいよ。いや、父さんのペン入れもいい。このスケッチブックすごいいいからさ、書きやすいし、うんうん、この自由帳にまあ使ってもらってね、いっぱい落書きするんだろうけどね。多分一瞬で落すよ。自分でカスタマイズさせるじゃん、色入れて。さっき言ったよね。カスタマイズしたのがどういう風になったのかは、ぜひ見せてもらえへんな、ほら。いいんじゃない。最後まで見てくれてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、インスタ、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。それではリー君のたっぷり企画でした。バイバーイ。